リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はですね、はい、最近ね、ちょいちょいハマってますよって言っているクロミちゃんのね、ものをちょっと買ってきたんで、まぁ、ちょっと開封しながらお話でもしよっかなっていう、軽い Vlog 動画でございます。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったら、そちらフォローお願いします。はい、で今日はまあセブンイレブンにねお弁当を買いに行ってきて、はい、でお腹空いてるんでまずこちらをねちょっともぐもぐしながら、こちら開封していこうかなっていうところでございます。で今日のメニューは、餃子カレー、はい、餃子カレーと、ナナチキでございます。よいしょ。本当なんかこういうスタイルがね最近は多めになるというか多めにしていこうかなっていうところでございます。なんかその着飾ってない、リントさんの動画とかそういうのをね見てるのが好きですっていう人とか、生放送はさ私基本的に毎日長いので、毎日っていうかやるとね毎週か長いので、見返すのには向いてないっぽいですよね、やっぱね。で、やっぱライブ感っていうのもあるから、で、ライブで見てどうのっていう風な形になってて、なんかそういう、なんだろうな、その私の生活というか、こう普段のね、っていうところを見ながら、まあなんか、のほほんと過ごしてな、みたいな方もね、いるみたいなので、こんな感じでやっていこうかなってところです。で、早速ね、当てていくんだけど、ちょっと一口だけ、まず食べちゃいますね。カレー、いただきます。いただきまーす。よいしょ。うめえな。うまいよね。で、餃子。餃子もうまいね。ってことね、北海道のチェーン店だと思うんだけど、三好野っていう餃子カレーが有名なお店があって、そこね、よく行ってたんですよ。ただ最近ね、仕事でそれが近場にないので、ちょっと最近は行けてないんだけど、前はね、仕事で近場にその三好野があったんで、ちょいちょい行ってたんですけど、今はね、近場にないので、全然って感じです。そして、ナナチキ。ナナチキとカレーってめっちゃ合うと思ってるんだけど、私だけ。めっちゃ美味しいよ。美味しいんだけどさ、熱いな。ちょっと一部いただいたのでそろそろ開封していこうかな。よし。でこれが今日セブンイレブンで半額のねコーナーのところにいたので買ってきました。でただ飲み物が欲しいよ。ちょっとよいしょ。今日の飲み物はトロナミン C。トロナミン C。うまいね。よし、じゃあこれで半額コーナーにいた子たちを開けていきましょう。で、これがマイメロとクロミの、シールチョコ。これ前にも開けてるね、お洋服買ってきたよって、パジャマ買ってきた回で。ですね、それと同じ時のやつですね。キャラクターブルステッカーズ。これはもうサンリオキャラクターズ。で、これ、仲良しシールグミなので、これ全11、違う、グミの形が全11種か。シールは全20種類。絵柄は10種類。らしい。絵柄ラインナップはこれ書いてないね。
これも絵柄ラインナップ書いてないはずなんだよ。なんて絵柄ラインナップ書いてないこの2つから当てとこうか。さあ黒み出るか。こないだやったらさマイメロだったんだよ全部。はい、チョコ、これはね美味しかったです。そしてチョコ、シールはマイメロだけどちょっとここ黒みだね。世界黒み化計画の時とかのあのロゴのマークがついているマイメロちゃんですね。まあでもねマイメロちゃんはねあの揚げるところがあるのでねあの引きがね長く買ってるんですよこうやって。そしてこれもチョコは同じ。さあ中身はどうでしょうか。マイメロちゃんです。え、4個買って4つ全部マイメロだぜ。すごいね逆にね。マイメロに愛されてるじゃん。マイメロちゃん可愛いんだけどね、別に嫌いじゃないんだけどさ、クロミちゃんが欲しいのよ。じゃあ次、仲良しシールグミ。これは多分ポチャッコとかね、プリンとかその辺も入ってるっしょ。あ、はいはいはい、絵柄がつながるよっていうやつね。はいはいはい。あ、もうこう開けたらもう見えちゃうやつだったわ。ハンギョドン、ハンギョドン、かわいいなハンギョドン。これはい、ハンギョドンで、グミは、あーはいはいはい、いつものオブラートがついてるタイプですね。で、不二家なのでペコちゃんがいて、で、キティちゃん、マイメロ、ポチャッコ、シナモロール、ケロケロケロッピーですね。はいはい。ってことはさ、これさ、こう開けて、こう取って、こう取ってから中見た方がいいんだよ。これまた一緒だ。このグミは後で、食べます。これ早めに食べないとラミネートがペチョペチョになっちゃう気がするんでね。そしてシールは、ほっ、あ、キキララだ。あ、はいはいはい、シール20種類あるうちの、全10種、絵柄は全10種って書いてあるのは、このキラキラとキラキラじゃないのでってなんだね。キキララはキラキラなんだね。リトルツインスターズ、はい、キキとララ、はい。やばい、クロミちゃん全然出てない。よいしょ、このグミはちょっと私のここのね横にあるお菓子入れ、お菓子入れって言っても今キャラメルしか入ってない。ここにチョコレートもインしてるんで一緒に入れとこう。そしてはいこれはね全16種類で、前なんかそれなりにやったでね。不思議なのがね、ガムがこうやって入ってるっていうね。はい、もうほぼねこのこれがもうメインで、せーのドン。お、あ、クロミこれどれだ？これシークレットかな？このデザインはこれ何？これ何のデザイン？ソフトクリームだな。アイスクリームパーラーっていうのがあるんだけど、このアイスクリームパーラーにいない、これだ、ここだ。アイスクリームパーラーっていうのがここピーって言ってここなんだけど、これシクレだ、シクレだこれ。しかもあれだ、 1,2,3 位のあれだのシクレだ。やったやった、イエーイ。次これね、適当に開けてもね分かんないから助かるよね。でガムガムは先のお菓子入れに入れときます。では次は、せーの、ペロ。あ、ケーキデザインのやつ、これシクレじゃない、これ普通にあるデザインだね。これだ、はい、これこれ、プリン、シナモン、ケロケロケロピーなんで、ここ5つはちょっとご友人に送りつけます、これは飾る、はい、っていうね開封の動画でございました。いやー1個か、こんだけ買っても。
まあって言っても1個50円ぐらいになってたりしたから、まあまあまああれなんだけどさ、もうちょっと当たってもよかったんじゃない。さあ残りこれ食べようと思いますので、動画はこの辺で終了といたします。はい、こんな感じのね、Vlog これからもアップしていくと思うんで、あ、なんかリンとこんなもん買ってんだぐらいな感じでね、見ていただけると幸いでございます。それではね、あのまた次回の動画でお会いいたしましょう。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter じゃない X、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。で、またね、こんな感じでいろいろ動画上げていくと思うので、次回の動画も見てください。それでは以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リントでした。バイバーイ。